はい、どうもレンジです。先にですがね、お知らせが2点あります。今回はね、住民との親密度を上げる方法ということにちなんでね、僕との親密度も上げる方法ということもね、お知らせさせてください。ということで、どういうことだよっていう感じなんですけど、でまずね、一つ目は、アイコンがね、変わります。まあ、Hさんがね、女の子しか描きたくないと、まあ、ということで、ちょっとかなりね、女の子っぽい感じになっちゃうんですが、まあ、キャラはね、今まで通り同じなので、どうかね、ご理解お願いします。誰だっけってならないようにね、よかったら僕のこの声でもね、覚えてもらえると嬉しいです。レンジくんね、ということで、で、まあ、まずこれが一つ目ね。で、もう一つが、メンバーシップね、まあ、一応ね、できるから一応解説したんだけど、まあ、ただね、さすがにね、まだね、そんな僕のこともね、知らないしね、入る人はいないと思うんですけど、まあ一つとしてはね、卵から始まってね、最終的にこんな感じでこう、パカーンと生まれるね、可愛らしいミスズのね、バッジがつきます。で、もう一つはまあね、スタンプがね、打てるようになるってことで、で、あとはまあもう一つね、VIP っていうね、プランもあるんですけど、まあそっちはね、なかなかね、なかなか鬼畜なプランなんで、なんだろう、結構ほんとクローズドなね、お話とか、まあね、かなりね、マニアックな方向けにね、配信していきたいと思います。はい、ということでね、僕との親密度を上げる方法でした。まあ何卒ね、ご理解とご協力、ご容赦ね、いただければ幸いです。まあいつも通り、普通に動画投稿していくんでね、そこは変わりません。レンレン。何どうしたどうしたどうした。今日はレンレンにとっておきのプレゼント、何今日ね、プレゼントしに行くのに、まさかのくれるって。どういうこと？オリエンタルなローテール。ああ、いや、さすがビンタ。こんな感じで、親密度が上がります。はい。はい、どうも、レンジです。今回はね、親密度を1日でね、早く進める方法について解説していきたいと思います。はい、シンプルに、マネーをラッピングペーパーに包みましょう。はい、これにつきました。やっぱりね、このゲーム、お金でした。いや、ちょっとなんかいやらしい言い方でしたが、すべてはね、もうね、タヌキチに支配されてるっていうことで、いや、まあちょっとそれは冗談として、まあ何が言いたいかっていうと、まあラッピングペーパーでお金を包むと、その、まあ住民ね、お金をね、受け取ってくれないらしいんですよ。こんなのね、もう私にはみたいな感じで言われるんだけど、まあただね、そこでまあラッピングペーパーだけはね、受け取ってくれるらしいんだよね。そう。まあ、お金は抜き取って、まあ、これはね、まあ、袋をもらうみたいなね。これまあ、ちょっと仕様なのかね、バグなのかちょっとよくわかんないんですけど。で、そうすると、まあね、間接的にね、連続で、これをもらってっていうのができるようになるということでした。まあ、しかも連続でね、こう上げたりするとボーナスがつくということで、もうね、まあ、とにかくラッピングペーパーを買いまくって、上げまくるっていうね。やっぱもう時間操作めんどくさいっていう人はね、ちょっとね、それは試してみる価値はあるかもしれません。ってことで、待て、でかっ。何あれ？うでかくね、マジで。OK！ 何これ？殿様じゃね、これ。あ、キリギリスだ。へえ。はい。ということで、じゃ実践してみますか。さあ、じゃあね、ラッピングペーパーはね、この商店でね、たぬき商店で買うことができるからね。いやー、マジで。いや、でもね、生放送でも一回ね、やったんだよね、親密度上げるやつって。どっちの方が効率いいんだろうね。時間操作しながらやっていくのと、まあ、こうやって一日でね、お金を渡していくの。まあ、ちなみに、その、時間操作の方は、あれだね、家具をね、上げるとめちゃめちゃ、おすすめだね。木材とかさ、硬い木材とか、その3つぐらいのね、素材で作った DIY の家具を、まあ、ラッピングペーパーに包んであげると、まあ、割と効率が良かったです。はい。何あげても喜んでくれるんでね。はい。ということで、ラッピングペーピー、ラッピングペーパーを、ラッピング、じゃあね、ピンク、ピンキーのやつにしようか。ピンキー。ピンキーのやつをじゃあね、5個買ってきて、まあね、本来だったら多分これ、多分ここが一番大変かもしれませんね。このね、ラッピングペーパーを買うのが一番大変だね。おそらくね。そうね、100個ぐらい買うのかな？どうなんだろうね。結構時間かかりました。家具あげるのも。まあ、親密度マックスね。まあ、ちなみに親密度マックスにすると、あれだね、アクションをね、ゲットすることができます。アクションとか写真かな？住民の。そう、可愛いね、写真がゲットできますね。てかめっちゃいいんじゃん、バッタ。気持ち悪い。なんか、でっけ、でっけえし、ちょっと気持ち悪いね。あ、逃げないんだ、これ。ぽちゃん。ぽっちゃりいっちゃったね、今の。じゃあ、一回ね、じゃあちょっと上げて、実践していきますね。ちなみに、まあ、うちの住民はっていうと、まあ、こんな感じで、今ね。いや、結構テンプレな、
テンプレな住人になってしまいましたね。いやでも、だってさ、やっぱみんな可愛いんだもんね。うん。結構可愛いからね。まあ、ちょっと個性出してね。ちょっとナイルとかね、タコヤとかタコリーナ、あとは、なんだろう、ニコバンだったり。あとね、うん。ちょっとね、テンプレから外れたような住民にはしたい感ありますね。うん。まあ、ちなみに一番好きな住民はもうミスズです。よし、じゃあね、ビアンカ姉さんにあげますか。ビアンカ姉さんに。じゃあね、マネーね、マネー。で、マネーは、まあ、いくらでもね、大丈夫っぽいですね。100ベルでも大丈夫でした、多分。うん。100ベルを、これだね。うん。今なんかちょっと丸、あれこれ形変わんのかな、ベルの。なんか、痩せ細ってない？ちょっとこれ出してみよう。あ、そんなことなかった。じゃあちょっと、形変わったりと思ったけど。いや、そんなことないか。うん。すいません、ちょっと余談でした。じゃあね、うん。あ、違う違う。これでしまう？お財布にしまって。で、ラッピングペーパーにね。ラッピングペーパーにじゃあ包みましょうか。うん。これね、100ベル。ポンとね。なんか可愛いね。ちょっと100円をね、わざわざラッピングで包むっていうね、なんともね、可愛らしいですね。はい。じゃあこれをね、あげましょう。じゃあちょっとビアンカ姉さん。うふふ。たくさん会いに来てくれてありがとう。素敵ね。いいね。話しに、あ、これまだこれをもらってまでさ、親密度上がってないな。じゃあちょっとジュンクにしようか。ジュンクにしよう。うん。僕の心の声が届いてるかな。待っててよ、レンジ君。じゃあいつ、もうあれだね。もういつも通りのキザだね。キザオだよね。え、僕に、穴がち。よっしゃ、穴がちあげちゃいますか、100円。はい、これあげる。100円だよ、100円。ふふ、中は何だろう。あははは。え、マネーかい。これを受け取ってしまったら、友達じゃなくなる気がするんだ。おー、なんか深いよね、これ。これちょっと深いけど。まあ、プレゼントはね、お金ではないと。レンジ君の気持ちだけ受け取らせてもらうね。穴がち。はい、このようにね、ラッピングペーパーは、もらってくれた状態になりました。はい。で、またこれね。え？センベル？あ、これはまた別か。あれ、なんか増えてね？え？センベル？ちょっと待って待って待って。あれ？ 100 ベル？あれ？俺さ、センベルあげてたっけ？ちょっと待ってね。100ベル。あ、こっちでもいいんだ。ごめん、ちょっと間違えてた、俺。1000ベルから袋になるんだ。じゃあこれ100ベル、こっちの方がいいね。うん。あ、てかまあ、いくらでもいいんだ。どうせお金返されるし。うん。どうせお金ね、返されるから、いくらでも良さそうですね。でちょっと一回、この、じゃあコインの方でもね、もう一回行こうか。あ、やべ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 。で、このコインの方だね。うん。包む、コイン。はい。これでワンコインだったね。ワンコインだったのをもう一回渡してみましょう。話でもあるのかい？これいらない？え、本当に？ちょっとね。ま、こんな感じで、じゃあこれね、100円。100円の方だね。うん。わあ、早速オープンさせてもらうよ。あら、マネーかい。はい、こんな感じに。これ受け取ったらね、もうこんなね、いつもなんかね、お金でこう取引とかしてるんだけどね、なぜかここだけね、拒否されるよね、やっぱ。やっぱお金だけはダメだ、みたいだね。うん。なかなかね、ワンコインも返してもらって、はい。また帰ってきましたっていうことで、はい。こんな感じでね、ラッピングペーパーを、上納していくっていうね。こんな感じにずーっと繰り返してれば、いずれね、親密度がマックスになるみたいです。はい。まあちょっとね、僕的にはぶっちゃけ、なんだろうね。まあこれでもいいんだけど、まあ時間操作したくない人は、このラッピングペーパー方法かな。うん。で、まあ、一番親密度に刺さるってのが、まあ、家具だから、まあ、時間操作 OK って方は、まあ、普通にね、家具をね、DIY で家具をたくさん作って、それをね、上納してみてください。はい。まあ、ペーパーに包んでね。まあ、それのね、生放送はね、以前やったんですけどね。まあ、もし気になる方はね、生放送2時間ぐらいあるんだけどね。はい、ちょっと見てください。はい、こんな感じでね、熱盛情報をやってまいりました。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。またね、こんな感じでやっていきますので、よろしければ、Twitter やね、チャンネル登録、高評価などね、コメントも気軽にお願いします。それではまたご視聴ありがとうございました。お疲れ、あー、お疲れんじー。